と思う。はい、始まりました。ハングレワンちゃん、ちなみにちょっとトーマさんがいないんですけど、はい、可愛いですか、ちゃんと。おう、可愛い。おう、ドーソンでちょいちょいやるけど、そしたらトーマさんちょっと今いないんで、ちょっとやりますか。今ね、ちょっとまだあれ本当にいない、リアルに今ほんまにおらんので、一人でやっていきます。一人の進行、ちょっと慣れてきた。はい、皆さん、この夏です。何話か分からんけど、とりあえずトーマさんがいない時に言うんですけど、明日がトーマさんのバースデーがあるんで、はい、イベントあります。トーマさんのイベントです。来てください、17日森ちゃんもあるので、一人じゃないけど、ちょっと街です。トーマさん街、はい、おめでとうございます。トーマさん、おめでとうございます。もしか、トーマさん、おめでとうございます。おーいということで、はい、もうちょいで多分来ると思うんで、タイトルコールしませんしますか。じゃあ一人でやります。行きます、行きます。トーマと魅力のハングでワンチャンあるじゃん。よいしょ。まだ来てないんで、どうしようかな。真ん中おろうじゃん。はい、真ん中います。俺の番組っていうことで一人だ。ほんまに今日来てんな。そうそう、遅いかも。今日何しようか。今日はじゃ皆さん、何する、何しますか。せっかくなんでね、俺の看板番組ですか。あんまり多分見ないと思うんで、写真にね、突っ込むやつもまたあるんで、どうしよう。全然こんなの打ち合わせもしてないし、どうしようかな。皆さん、なんか企画ありますか。なんか俺質問してるけど、あんま一人やったら喋られへんから、ちょっと皆さんコメントをちょっとお願いします。テンション上げていこう。はい、上げていきましょう。一人で上げてても一人しかおらんしね、寂しいよね。寝起き、俺寝起きちゃうよ全然。髪の毛もちゃんとセットして、髪伸びたね。髪切ろうかな。そうそう、こっちの方がいいかな。髪切った方がいいかな。どっちがいいか、どっちがいいですか。皆さん、髪の毛切るか切らないか。これさ、なんかさ、あれよね、リクさんすごいよね。毎日こう一人でやる感じ。音楽AK69 という曲なんですけど、これトーマさんが結構好きなんですよ。はい、あらまりオフモード、一番多分オフモードなんですよ。そんないつもこうテンション高くないんですよ。それ言うのおかしいけど、普段そんな、こんな感じですね、一人で。おとなしいです、わりかし。あんまインドアなんで、ほんとに。そう。そうなんですよ。一人でね、こうやってるけど、結構長めの、感じですけど。まあ、なかなか来ないんですけど、トーマさんまだなんでね、今日は一人でやってようかな。ダメだ、もう死に、誰か kill me。 来ました、ようやく来てくれました、トーマさん。トーマさん、オンリーキャッ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 キ。なんで今日 AK の。いや、好きかな。好き、ちょっと好きやな。最近好き。昔まで知らなかったけど。はい、来ました、トーマさんが。はい、来ました。一応
まだないですけど、うん、明日イベント告知は一応します。あ、もうしてくれたの？はい、まあ、写真は後で。そうね、明日控えてるんで、ともさんが、はい、ということで、来たということで、うん、いつものコーナーやっちゃいますか。いつものコーナー、はい、画像で一言コーナー。画像で一言コーナーやっちゃう。あれ、むずいやるな。はい、おはよう。一発目のじゃあコーナーいっちゃいますか。またこぼれる誰かの涙一つだけ聞いこれしか入ってこない、ね、放送できないものはい、はい、ということで、はい、やりますか。はい、画像で一言コーナーの1枚目をお願いします。はい、はい、これこれか。はい、一言コーナーです。どっちから行く？どっちから行きますか？思いつきました。はい、じゃあトモさんからで。じゃあ、ちょっとそんなそんないつも の音楽消して一言という感じお願いします。それでじゃあ、トモさんのこの画像で一言、まで3、3、2、2、1、1、アップで画像アップで狂気のサタ以上であれ、書いてないの狂気のサタ間違いないですね今度シールに行こうかな。はい、はい、じゃあ僕行きます。はい、ささん、2、2、1、1。お前のチンポを食べてやろうかちょっと、もらえますかお前のチンポを食べてやろうか。チンポ食べようとしてる。なるほどな。まあ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 イエーイって感じイエーイオープンって感じ。あのさ、あのいつものようにこのアンケート2択のやつを取ってもらってお願いします。アンケート2択です。前回トーマさんの足やったんでね、今回もずっと勝ちます。一生は取りたい。あのアンケート2択で10秒ぐらい。またこぼれた。あ、そうそう、確かお笑い芸人すごいよな。こういうのもさ、そこお笑いに帰ってさ、すごいよな。俺らはちょっとお笑い芸人だらしい。俺らホストだよ。今日の髪切りましたね。髪切ったよ。切ってきました。夏やから。どうしたのかり。おお、すごい。すげえ。なんか葉っぱ着がした今。逆に。ゴボゴでしたね今。すごいね。あ、なかなかない。ね、一票一票かもしれないですけど。あ、そうかもしれない。確かに。10秒やったんで。ほんまやろ。はい。これとか狂気なパターンって言って。同類です。同類って同類じゃないわ。同点です。じゃあ同点やから、はい、え、何枚あるんですか？今日4枚。じゃあその残り3枚ちょうだいよ。はい、残り3枚じゃ あ次続いてお願いします。はい、これはもうこれもえなんか言ってるな。何を言ってるんかな。なるほどな。これこれこれ一言コーナーです今。どうでしょう。誰めかもう。これはいい言葉ありそう。OK 来た。社長いいよ。じゃあこっちから買った方がいい。最初はグー。いやいや買った方がなんですか。はい、それもいけました。いきます。じゃあ画像アップお願いします。じゃあお願いします。そんな魅力の画像です。こと3、2、1。あれ言ったろがね以上です。勢いで。なるほどね。テンションで。オッケー、じゃあ俺行きます。
じゃあトモさんの仕事で一言まで3219。おー負けそうや、ダメだ、もう火帰ろうぜダメだ、もう火使ってもうだ、またもうはい、負けそうや負けそうダメだ、もう火帰ろうっていう感じで、なんだあのまたアンケート取ってますかね。はい、10秒ぐらいで大丈夫です。ヒーこれなんだよ、ね、集中できへんけど、なんか楽しなのこれでいこう。ヒーヒーヒーダメだ、ホンミー。これ代表前でまた出てもらった時にこれかけたら多分最高に代表がね、あげる、はい、じゃあお願いします。アンケート結果、今回はヒーざけんな、一つ25対75。ヒー全然勝てへんみたいな。いやけど一回ドローやから、ドローや、はい、ドローなんだよ、この時間ドローやから、まだ勝てる、また一杯しかしないんで今日は。なるほど、はい、うん、ここやし、次がタップな分岐点、次が分岐点いきます。じゃあ3枚目勢い乗って、あ、こげーか。一応水木優太アドバイザーなんですけど、はい、この画像、これどう捉えるかですよね、この写真は。この画像、これどうしようかな、これもうあっち系しかもう浮かばないですよっていうところを逆になんかまた違う感じでいったりとか。撮りました、ね、じゃあ最初はグー、はい、はい、俺からない、これはマジでそうやろ、やマジで何も覚えてないこれ。じゃあそろそろ一言ばせーの一言ばせー、おいおいおい、3219、ウォーリーを探せの格好したら仲忘れてもうた無理やろ、これ勝ちました、勝ちました、わからんよ、まず、あ、肌色のミニオンがシュールにいったら重かったのかな、はい、俺は結構勢いでいいんだから、じゃあいきます、持っていきます、はい、3、2、1、曲合わせてキー、乳首感じるね、それやばい、チクったまあ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 感じるね、感じるね、ミロクさんから言ったらさ、チンポ食べたろかっていうのがチンポ感じるエロいね、はい、はい、行きました、はい、はい、結果、アンケート結果、早いかな、むずいな、どっちも微妙やな、今回な、確かに、もっと考えてたやろ、でも結構ギリギリでやってるんだ、ギリギリでやってるんだよ、そうか、じゃあ今までの見送りでさ、1回も負けたことない、はい、それやばいよ、ドロー、ドローが1回来た、うん、おかしいおかしいおかしい、確かにこれに関してはちょっと差別入ってる、差別入ってる、差別が11.1 の人は嬉しい、やっぱり押してくれてるから、ゼロじゃないんだよ、ゼロじゃない、ファンやで、ただの魅力な、魅力はただのファンやから、それいやでも今回はけど、そんななんかおもろい気せんか、そうっすね、うん、なんかそこまで、写真が良かったっすか、そこまで、なんかそんな、なんかな、うん、続いてじゃあラスト1枚、写真のせいでな、OK、ラスト1枚、写真のせいで、だってもうこの時点でさ、魅力勝てへんやん、絶対最後2ポイントっす、最後2ポイントおぉ、へぇー、マジかちょっとこの曲、ちょやめてもらうもんこの曲、あんたわ、これでなんか、2ポイントやと思う、はい、ラスト1枚、ちょっと、曲を変えてください、おいで、これ、俺違うけど、まだ、はい、これなちょっと今焦るみたいな、うん、ちょっと焦る、ちょっと焦る、はい、これラストっす、平方の兄さん、岡田くん、平方のメインキャラクターで、ジャパン、ジャパン兄さん、これはやりやすい、もうちょっと先やる、ちょっと待って
兄さん、これ大阪です。きついなぁ。これ CM やってます、ここで。いや、俺こんなんも絶対思わなくなる。あ、これむずいな。今日全然ひらめか。ほんまに。やっぱありますね。僕が言いましょうか。これ勢い。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 それで頼む。勢いで1回目5学やった。勢いやで勝てるんだ。勝てるかも。はい。じゃあ僕行きます。そんな魅力の謎で一言サタン221キム。やばい、もうこれ、濡れてるけどイケメンなんちゃーす。おーい、なるほどこれ今回もあかん、今回だけあかん。最後多分一番行くわ。はい、そんなパパさん一言までラストです。3321。ヒェー。いやいや、そんなんあれやし。そんなん、いや待ってください、全部含めてや。全部含めてや。全部含めてです。そんな今のすごいっす。全然思いつかんかった。でこれぐらい見てないんですよ、僕が見てないんで。この企画ちょっと続けるかどうかちょっと迷うと思う。今回はちょっとちょっと視聴者の方に迷惑をかけてしまったから面白くないっていうことで、次回はちゃんと一言を考えてくる。逆にそれね、お考えてきちゃう。でもこの国考えて、あんまりこう考えて結構面白いなって余計にやるから、普通にやろう、やるから、やるからやってこ、そういう感じや。はいはい、おっしゃー、おさげなおさげな、ゼロ100、おかしい、おかしい、おかしい、これおかしいぞ、おかしいぞ、俺のやつ汚染。俺指名のやつ汚染。100ゼロ、多分やりますかもんね、これ100ゼロは来たよ。あかんわ。誰かゲストやらそう、ゲストやろ、ゲストやらそうっすよ。ゲストやらそうっすよ。ゲストに出したあかんやん、全然あかんやん。そのゲストがかわいそうだ。それで誰か続いてまたやります。ただ勉強します。もうちょいどんなら、はい、どうしよう、 CM やっていい、ヒラパー兄さんでしょ。やばい、もういや、負けました、ゼロ100です。もう負けた。ヒラパー俺ヒエヒエムヒエ。男たちは愛し合っていた。禁断の恋をするならおはようございます。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 おはよう。竹
匠さんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。なんかやりたくなワンチャン写真を。じゃあ、いきますか。はい、4枚限定でこれを。はい、はい、リンちゃん。はい、はい、あの、僕のいけるあれ、あの、走さなきゃリンはい、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 めっちゃ便秘になるやつだよ。なんで知ってるよ。知ってるよ。世代、世代じゃん。世代よ。はい、あの写真じゃあお願いします。1枚目。はい、これも一言言わないし、一言、写真で一言。飲み会です。適当、適当、もう適当。はい、これ飲み会ですかね。はい、まあ楽しかったね。誰が誰か分かりますかね。メロクイケメンよ。あ、じゃあセンターで、セントリー根性足持たれてる感じですか。足持たれてる。足めっちゃ上がってそう、足ちょっと上がりすぎてる。ほうれんちゃうから。はい、はい、じゃあ続いてお願いします。いや、次世代看板決定戦の時の、はいはいはい、集合写真です。皆さんの、まあ、1位が赤字で、2位がレイで、3位が、ゆずきでした。今回は茜が2連覇でしたね。そうだね。はい、2連覇です。すごい、いい感じで盛り上がりました。イベント。すごかったね。はい。本当に、すごかった。このイベント、また実際あるので。楽しかったです。この写真です。いい写真です。メロフも楽しそうやん。メロフ楽しそうやん。シンの顔さつ。シンの顔さつ。シンとこ。シンとこ。あー、ほら、楽しそうですね。はい、じゃあ続いてお願いします。はい、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃいい感じよ、これ楽しそう。あー、ホームアローンの前にしよう。ホームアローンの前にしよう。みんなかわいい。レイヤーかの、レイヤーかの、これちょっと写真ですってこといけんじゃん。いや、マジでも怪我するわ。怪我するわ。じゃあ、トマさんやりますね。じゃあ、もう一回います。ちょっとやっぱ難しいな。じゃあ、やめとこうか。ちょっとやめとこうか。やめとこうか。はい、じゃあ続いてお願いします。はい、来ました、メインの。おい、明日やで、明日。はい、もう YT って書いてる、液晶トマです。あ、そうか、俺今思った。YT って見えへん。ちゃうかな、なんかな、C 社かな。確かに C 社にも見えるな。はい、なんだ、YT ちゃう。いや、俺もデザインはし、あの、わからんけど、YT って多分書いてると思う。ゆくよくお前、はい、それっぽくない言うたら聞いたお前。明日、何の明日、ひまちゃんみたいな。どうなんや、絶対複数来て来て頼むで。はい、明日です。続いて、本当に明日の明日です。はい、なんか仲間とか今日決まってるんですか。ゆっくりして、俺も知ってないよ、ほら。ラッキー、だから妹は優秀ですね、仲間とか。うん、花はね、すごいよ。確かに。ということで、ゲイゴミちゃうって。おいしい、やばい、トトモさん。俺シャンもありますからね、トトモさん。って感じ。トトモさん、胃が多分出ますけど、そう。ガーンと。そう、ミスター、こう、蚊に捕まえたとするやん。でさ、
口の中で、あの踊り食いした時どうなの、やっぱその口の中で。どれぐらいサイズ、どれぐらいサイズ、サイズはまあこれぐらい、あ、まあ一口でいける、一口でいける感じで、そのカニをさ、踊り食いして、はい、なんか口の中挟んでやらたらどうなの、口に出されていったら、こう、入れます、こう、まあ生きてるから、生きてるから、入れるみたいな、入れるか、いけたんだ頑張って飲み込んで、喉で挟んでやる今、大丈夫で、あの、下いて、いめっちゃ挟んでそれから消化して、ね、腸みたいな、腸なんか口に、で、最後あの、持ってる時のあの、お尻に最後に、やだぞっていう、あの、話がね、カニの中を挟まって、はい、はい、今のあのそんな腸まで生きてる出るまで生きてるんですかまず飲め込まねえんだバリ生きようバリ生きようバリ生きようとするバリ生きようとするめっちゃ生きようとしてるねバリ殺しにかかろうとするね殺しにかかろうとするねかかるって好きなシャンパンはドンペリ、はい、好きなシャンパンはコカドメル、やっぱりけど一番好きなのはリシャール。3個あります。シャンパンショット、まず一番好きなのはっていうことです。はい、皆さん使ってください。1分前からさ、もうなんかこの普通帰るなんかそのまま行ってもたまにはいいじゃん、そういう帰る分からん1分前もう今じゃオグモードみたい、終わったなみたいな、終わった感じで、終わった感じで、あっ、なんかあんま喋んなくないですか。確かに、今知ってなかった、今見とかやるみたいな、行こうかやる、本当にやる、あ、今日あれちゃう未公開、今日未公開動画楽しみにしとけ、ちょっといつも違うですよね、でも違う、いつものと違う、パンチがあるんで、そう、はい、なんか未公開みんな見れんのかな、これ LINE とかさ追加してさ、なんかタイムラインみたいに、どっちもな、未公開見てるの結構多いっすね、どういう、そんな感じか、もう兄ちゃん、